では、これより火山噴火実験の発表を始めさせていただきます。私は、この実験の発表を担当させていただく、修士1年の、逗子田和則です。はい、同じく、今回の実験説明させていただきます。博士1年の水野です。よろしくお願いいたします。はい、では、この実験ではですね、水飴を使って火山噴火の再現を行っていきたいと思います。で、まずは、火山噴火の説明から始めていこうと思います。地球の地表面から深さ数十キロまでの領域は地殻と呼ばれておりまして、その下には、マントルという部分が存在します。で、この2つはどちらも岩石からできているのですが、地下深くで、温度の上昇や圧力の低下、また水が加わるといった場合に、この岩石が溶けることがあります。で、この溶けた岩石のことを、マグマと呼びます。このマグマはですね、周囲の岩石よりも軽いので、地中を上昇していくのですが、地下数キロから十数キロ程度の場所まで来ると、上昇を止めて、そこに溜まり始めます。で、こうしてどんどん、マグマが溜まっていくと、マグマが大量に溜まっている、溜まり場ができるんですけれど、その場所のことを、マグマ溜まりと呼びます。で、こうして、上昇できずに地下に溜まり続けるマグマなんですけれども、何らかのきっかけでそこからさらに上昇することがあります。で、上昇したマグマが、やがて地表に到達すると、地上にマグマが噴き出すわけですね。これを噴火と呼びます。で、このマグマがさらに上昇するきっかけというのには様々なものがあるんですが、例えば、マグマ溜まりに新しいマグマが大量に近その下からやってくる場合や、マグマの中に泡が発生する場合などがあります。で、今回の実験ではですね、泡の発生によってマグマが上昇するという事態を再現していこうと思います。で、実験の前にですね、ここで実際の噴火の様子を見ていこうと思います。というのはですね、噴火には複数の種類がありまして、この4枚の写真を見るだけでも、だいぶ違うということがわかりますね。で、今回、ここではですね、4つの種類の噴火について、それぞれ映像、動画を見ながら説明していこうと思います。まずこちらですね。こちらはですね、アメリカの地質調査所のホームページから、引用した動画なのですけれども、もちろんと。太平洋にあるハワイ島のキラウエア火山という火山の噴火の様子ですね。小高く盛り上がった丘のような、黒くて分かりづらいんですけど、丘のような部分の中央に穴が開いていて、そこから今ドバドバと赤いマグマが、噴き出していますね。で、噴き出したマグマが、この丘の斜面から流れ下っているのが見えます。このような噴火のことをですね、ハワイ式と言いまして、比較的粘性の低い、さらさらと水のように流れるマグマが火口から噴水のように噴き上がって、時にはこのように溶岩流として流れ下るという現象が長期間続きます。次にこちらですね。ちょっと暗くて分かりづらいんですけれど、中央に赤い点が見えるんですが、そのやや左側に注目していてください。この火山はですね、イタリアにあるストロンボリ火山という映像です。あ、今、マグマが火口から噴き上がっているのが見えますかね。ここで噴出している溶岩は高さ100メートル近くまで噴き上がっているそうです。先ほどのハワイ式と違ってですね、こうしたしぶきは間欠泉のように数分から数十分の休みを置きながら発生します。でも、さっきの噴き出したマグマが収まりつつありますね。こういうのが休みを置きながら発生します。で、噴き出た溶岩は、しばしば溶岩流となって流れ下る場合もあります。このような噴火のことをストロンボリ式と呼びます。続いてこちらです。こちら日本の九州、霧島にある新燃岳という火山の噴火の映像です。画像の中央に火口が広がっています。で、この火口の直径が750メートル近くありますね。で、映像を見ていきます。ちょっと見づらい画像なんですけど、今ここで大きい爆発が起こりました。ちょっと眩しいですね。さっき言ったその火口を覆うほどの爆発が起こっています。で、ここではですね、何らかの原因で火口が蓋をされて、で、
蓋によって中に閉じ込められたマグマの圧力がどんどん上がっていって、やがて、蓋していたものを吹き飛ばして爆発を起こしていると考えられています。で、爆発によって蓋だった部分や、飛び出したマグマは粉々になって吹き飛んで、今上に見えている画面上に見えている噴煙を作ります。でこの粉々になったものは、火山弾とか火山灰になると呼ばれます。また爆発によってですね、爆発が空気の周囲の空気を振動させて空振という現象を引き起こすことがあります。これが、伝わっていくと、建物の窓ガラスがガタガタと揺れたり割れたりします。こういう噴火のことを、ブルカノ式と呼びます。そして最後ですね、こちらも先ほどと同じ、新燃え岳です。今火口の上から噴煙が上がり始めました。で、噴煙が上がり始めて風に流されて横にも広がってますね。でここで注目すべきはですね、この噴煙が途切れることなく、吹き上がり続けていくということですね。この点がさっきのブルカノ式とも違いますね。ずっと吹き上がり続けています。このような噴火ではですね、長期間にわたって連続的に大量の火山灰などが吹き上がり続けることで、長期間にわたって火山灰などが火口から吹き上がり続けることで、こういう大規模な噴煙が維持されます。で時にはこの噴煙が高度10キロ以上にまで上昇することがあります。またですね、この噴煙っていうのが自らの重みによって上昇できずに下に落ちていってしまう場合もあります。そうすると何が起こるかっていうと、下に落ちた噴煙は、地面に落ちてきて、でその斜面を流れ下ります。でこういう現象を火砕流と言います。でこのような、長期間、噴煙を作り続ける噴火をプリニー式と呼びます。ただし、この映像に映っている噴火はそれよりもやや小規模な、準プリニー式という噴火になりますね。以上で実際に起こる噴火の、紹介を終えて、いよいよ今回行う実験について説明していきます。左に写っている写真が、実験を行う装置ですね。写真中央の、透明なケースの中に、火山が置かれています。で火山の真ん中には穴が開いていてですね、そこから下に向かってチューブが伸びているのが見えますかね。でこのチューブは、網の上の白い液体が入ったペットボトルにつながれて、さらにそこから別のチューブが伸びて、この赤い液体が入ったボトルにつながれています。でこのボトルに入った白い液体と、赤い液体はですね、水飴にそれぞれ重曹とクエン酸を混ぜたものです。でこれを混ぜるとですね、重曹とクエン酸が反応を起こして、化学反応を起こして二酸化炭素の泡がブクブクと生成されます。で今回の実験ではこの2つの液体を、マグマに見立ててですね、それらを混ぜた時に発生する二酸化炭素の泡の圧力によって、噴火を起こしていきます。ちなみに、この水飴はですね、厳密には水飴と水を8対2の比率で混ぜたものですね。純粋な水飴はかなり粘性度が高すぎてめちゃめちゃ硬いんですね。でこれに、水を混ぜることでだんだん、柔らかくなっていきます。これが 90% 真ん中ですね。真ん中が 90%、9対1で水飴を混ぜたもの で8対2まで混ぜるとこれがだいぶ柔らかくなります。ここまで来るとだいぶ水に近いような気がしますね。では、実験の前にこの先ほどの実験装置と実際の火山との比較をしてみようと思います。先ほど言ったマグマの入った2つのペットボトルは、地下にあるマグマだまりで、そこからそれらをつないでさらに火口まで伸びているチューブはマグマの通り道である火道というのを言うんですけれど、火道にあたります。で火口の部分にはですね、右上の写真、少し小さくて分かりづらいんですけれど、白いシリコンでできた線がされています。でこの線によってこの線がどういうふうに働くかといいます と、まずですね、エアコンプレッサーという空気を圧縮する装置を使って、圧縮した空気をこの赤い液体の入ったペットボトルに押し込みます。でそうするとですね、圧縮された空気は膨張しようとするので、その赤い水飴を、チューブを通して白い水飴の入った上のペットボトルへと、押し込むわけですね。でそうするとやってきた赤い水飴と白い水飴が混ざり合って反応が起きて二酸化炭素が起こります。で二酸化炭素が起きるのできるのはいいんですけれど、先ほど言ったようにこの先には蓋がされているので空気が逃げることができず、だんだん中の圧力が上がっていきます。で圧力が上がっていくとやがてそれが
シリコンの蓋を吹き飛ばしてマグマを押し出します。で、こうして噴火を再現します。また、先ほど言った反応を起こす上のボトルに圧力計をつけて、内部の圧力を測りました。また、加速度計、これは地震計のようなものですね。で、このマグマダムの振動も測りました。そして最後に、火口の火山の脇に、空振計という、マイクのようなものですね、を置いて、噴火が起こった時の音を測っていきます。では、いよいよ実験を始めていきます。では、ここからは私が解説させていただきます。まず、こちらに映しているものが、それぞれ先ほど紹介した3つの観測機材のデータになります。一番上はこれは空気の振動で、これは先ほど紹介した空振を測っています。2つ目はこれは地下の振動をとっていて、これはペットボトルの上に乗っかっている加速度計のデータになります。少々このデータは見えづらくなっているのですが、この加速度計が働いたときには、上下に、少し波が大きく見えてくるので、こちらの方に注目していただければと思います。一番下のものがマグマダムの圧力となっています。では、実際にこの映像を流していきます。さて、今、2つのマグマを混ぜ始めました。このマグマを混ぜ始めたことによって、二酸化炭素が発生して、マグマダムの圧力が上がっています。今これは見やすくするために8倍速にしているのですが、そろそろ噴火するので1倍速に戻します。では、左上にご注目ください。今、線がしてあるものが、弾け飛んで、一気にマグマだまりの圧力が下がったことがわかります。これによって、泡立ったマグマが上に上がってきて、勢いよく溢れ出しました。これがどちらかといえば溶岩流の噴火に近いことがわかります。今これ今2倍速で見ていただいているのですが、そろそろまた一つ別の噴火が見られるところなので、1倍速に戻してみましょう。今、火口の中心のところでふつふつと湧き上がっているのがわかるでしょうか。今このようにしぶきが上がっています。でこのような噴火というのは、波動を大きな泡のようなものが上昇することによって、それが弾けると同時 にしぶきが上がる。そのような噴火で、これは先ほど紹介したストロンボリ式の噴火に似ているものになります。その後も、この2つの混ぜ合わされたマグマが、体積が膨張することによって、このように発泡したマグマが上に上がってきて流れ続けるのがわかります。では先ほどのストロンボリ式に似たしぶきを上げる瞬間のものをもう一度見てみましょう。今度はその瞬間のこのマグマだまりの圧力にご注目ください。このように階段状の波形となっていますが、この階段状のもの、圧力が一気に下がったときに、一気に泡が押し上げられてしぶきが飛んでいます。それと同時に空振のデータでも波が観測されるとともに、地震のところでも同じように波が観測されています。これは中で圧力が高まったものが、急な圧力の解放によって、その振動が空気の振動として伝わっている。また、その振動はこのマグマだまり自体、つまり火山の地下の振動にも伝わる、でも発生しているために、このように空気の振動と地下の振動、あとはマグマだまりの圧力、この3つの波形が揃うような、こういった観測ができます。さて、今回は動画を見ていただいたのですが、今回のこの動画で再現したものがどのようなものであったか、もう一度まとめていきたいと思います。今回、2つのマグマを合わせることによって、二酸化炭素のガスを発生させました。この二酸化炭素のガスが発生したことによって、マグマは膨張していきます。膨張とともにガスの発生で、この中の圧力が高まり、圧力に耐えきれなくなった、この線が飛ぶことによって噴火が発生しました。このように、可動を塞いでいる線が吹き飛ばされて発生するようなものは、先ほど紹介したブルカノ式噴火に似たものとなります。またその後、溶岩が、勢いよく流れ出していくような、そういった噴火というのはハワイ式の噴火。しぶきを上げて
ているような噴火、それがストロンボリ式の噴火にそれぞれ似ているようなものとなります。このように、一度の噴火の中でも、さまざまな噴火様式に変化することがあることが言えます。ここから一つ考えられることとしては、静かに噴火しているものに見えていたとしても、実は火山の地下では大量のマグマが上がってきていたり、大量の泡を含んだものが上がってきていたり、そういうことが起きているかもしれません。そのようなことが起きると、実際には表面では静かに見えていても、その直後にまた大きな噴火が起こると、火山の噴火によって周囲に及ぼす被害などを考えていく必要があります。さて、そのような被害を防ぐために、実際に火山どのような観測されているのかというのを先ほどの観測機材と合わせて紹介したいと思います。まず、空振計については火山の音を取っているのですが、これによって噴火するときの衝撃などを取ることができます。また、あとは地震計や圧力計がどのような観測のものになるかというと、地震計というのは常に火山の内部の振動をキャッチしているものになります。マグマが火山の地下で移動することによって、火山地下の岩石が破壊されたり、あとはこのマグマが通ること自体によっても様々な振動が発生するために、常にこの地震計によって観測を続けることで、火山の地下でどのような変化が起きているのかということを考えることができます。また、今回はマグマだまりの圧力を直接見ていただきましたが、実際の火山ではその圧力を直接見ることはできません。しかし、我々は火山に置いてある傾斜計といって、火山の角度を測るものなんですが、それやあとは GPS などの装置を使うことによって、火山の形がどのように変化するかということを捉えることができます。マグマが浅いところに上がってくると、火山帯が膨張したり、あとは噴火が起こることでそれが収縮したりします。これはちょうど先ほど圧力計で見ていただいた圧力の上昇や低下とこれはリンクしています。このような観測によって、これから先、火山がどのような変化を及ぼせるかということを見ていくことができます。はい。では以上で火山噴火実験の発表を終わります。ご視聴いただきありがとうございました。